日の丸腰に刀二本富士八郎月よりの下東の空から西に沈む巡りには日本は自然に四季の花命とありわ
当に刀は必要ないんでしょうか。もう脇差しで町を歩いてはいけないことになっています。刀を練習しても無駄だと思います。じゃあ僕は今まで何のために、これからどうすればいいんですか。これからは刀をなくして戦い、勝った者が真の実力者だと思います。でも決して無駄なことをやっていたわけではないと思います。そんな甘いこと言って、もし敵が攻めてきたらどうするんですか。それは、ただいま。お帰りなさいませ。戻ったぞ師匠。うん。町の様子はいかがでした。いや、道行く人の顔は生き生きとしていて、とっても気分が良かった。そうですか。まあ、それに、これを偉人からもらった。どうだ、似合うか。いや、初めて見るお召し物なので。でも、偉人のように見えます、うん、文明開化といってな、着てるもので変わるんだ。そうですね。侍はみんなちょんまげを着てました。着るものも変わっていくんですね。そうだ、よし。天平。はい。さっきからなんか激しく言い争った感じで、お前たちまた木刀を持ってやってるのか。はい、申し訳ございません。刀を持つつもりか。でも急に刀を離すのは私たちにとっては、まあ、それもそうかもしれん。ただもう変わったのだこの世の中が。刀は持つべきではない。道行く人は本当に脇差しをしていないんですか。そうだ、誰一人脇差しをしてはいなかった。刀を腰にはもう古い。刀なしでお前たちもっと修行するんだ。はい、うん、分かったな。分かりました。お前たちに一度素手で稽古をしてやろうか。師匠。うん。最近町では剣道というものが流行っているそうです。刀を捨てた武士たちが刀の代わりに竹刀というものを持ってお稽古をしています。おお、まさしくそうだな。竹刀だな。でしたら私と天平さんは刀ではなく、うん、剣道というものの稽古をしてもよろしいでしょうか。木刀というものだな。まあいいか。よし、ありがとうございます。ただ真剣は使うな。わかりました。はい、分かったな。はい、本当に分かったのか。はい、はい、分かりました。はい、カット。はい、はい、はい、サムライテンマ天平、ただいま参上。と、まあ、はい、響き明人くんが響き光太郎役で実は出てくれる予定だったんですが、やっぱり時間がどうしても押してらね、お忙しい方ですからね。はい、彼売れっ子なんでね。そうです、世界の僕たちが暇だってわけじゃないんですよね。いやいやいや、世界の響きさんですから。それでまずご挨拶をしなくちゃ。はい、おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。そしてこんばんは。こんばんは。今日はですね、はい、そう、9月21日、はい、何の日かわかる？私はちょっとさっき読んじゃったんで知ってます。何の日かわかる？何ですか、あのメガネの日とかそういう系統のやつですか？じゃん、はい、国際平和デーでございます。すごい間抜けなこと言っちゃうよ。国際平和デー。そうなんですか。そうです。でもね、誰かの誕生日って言わなくて。国際平和デーね。はい。でも、今、この、ほら、この雰囲気っていうのかな。まあ、ここは全然平和ですね。ここは平和ですね。ね。はい。お隣さん。
怖いですね。ミサイル。本当ですね。もう何回も、はい、もうちょっと困るよな。困ります。な。魚が。でも、はい、僕らは、はい、絶対にやっぱり争い事は嫌だよな。そうですね。この天馬天平のね、天平道場でもやってるんだけど、はい、絶対に武器は持たない。はい。もうみんなしないにしましょう。そうしましょう。ね、ミサイルも撃て。戦争がないということは、はい、みんな仲良くすればいいんだよ。そうです。和合だよ、和合。そうです。はい、ね。はい。そんなところで、はい。最初から、ご挨拶。そう。はい。やらなくちゃいけない。まず、僕はご自分の紹介しなくて。はい。私、はい、山に前と書いて、山先、五に十に太平洋のようと書いて、磯海と呼びます。この、番組の総合プロデュース、そして、総合司会、構成演出、まあ、出演までさせていただいております。本業は映画監督の私、山崎磯美と申します。はい、約90分と申しておりますが、はい、2時間ぐらいになるかもしれませんが、一つよろしくお願いいたします。お願いします、はい。そして、アシスタントをさせていただいております、前ひろこでございます。前も今もひろこの前ひろこでございます。アベマフレッシュで生放送配信しておりますが、後で YouTube で、皆様にも、いつでもご覧いただけますので、YouTube のね、チェックもしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ね。はい。でございます。そして。はい、ありがとうございます。光っていこうよということで、司光でございます。よろしくお願いします。あんまりね、まやさんみたいな面白い挨拶はないんですけども、ここではレギュラーとして出させていただきまして、お芝居から、後で、後ほどね、歌も歌わさせていただきますが、出演させていただきます。今日も楽しく行きましょう。よろしくお願いします。本当は抜けてんのよ。はい。でもね、レギュラーの、はい、歌って、はい、はい、ちゃんの、いいとも、いいとも、の、はい、森ちゃんのっていうね、はい、森ちゃんの歌っていいとも、の総合司会をしてる森ちゃん、はいはい、ここに出てくれなきゃいけなかったんですけど、台本や多分読んでないと思うんですけど、そうなんですね。まあ、お忙しい方ですから、ね、ただまあ、しかし、衣装が、衣装がこんな感じなんで、そうなんですよ。やっぱり紹介しとかないといけないと、ね。はい、じゃあマイクを渡しますね。はい、はい、はい、はい。後半に、歌コーナーがありますけれども、森ちゃんの歌っていいとも、歌の担当の森ちゃんこと森茂雄と申します。はい。ということで。ということでございまして。ね、はい。それでは早速、行ってみよう。はい。ひろこの日本探訪という言いたいところなんですが、今日はですね、はい、ちょっと、特別、はい、ゲストをたくさんお呼びしておりますので、うん、特別ゲストのコーナーとしまして、うん、ゲストの方をお呼びしたいと思うんですよね。全くその通り。はい、お休みですね。よく覚えててよかったね。はい、よかった。えらい。でも、はい。はい。はい、それじゃあ、特別ゲストコーナーと申しまして、はい、最初に、この方ですが、はい、DVD で、まずご覧ください。よろしくお願いいたします。どうぞ。生阿弥陀仏と書いてありますけども、お寺の持ってるお墓、お寺が持ってる。で、ここにこういう八角形の墓碑といいます、こういうのがあります。あるいは板の墓碑があります。ここにはこういうような、これは陰陽法名という、陰陽法名と俗名と、いつ何歳で亡くなったかということが書かれてます。こういう墓碑があります。で、ここにはだいたい100ぐらいの仮面のままお骨が入ってます。だけども、うん、こういうお墓じゃなくてもいいんじゃないかなと。こういうお墓がうちは8箇所あるんです。まず墓碑、墓碑っていうのはね、さっき法名と俗名と死亡年月日が書かれている石が立ってた、そういうものはありません。
どこにお骨入れるのって言うと、お骨はここから入れます。ここに穴が開きます。ここからお骨を亀からつまんで入れます。つまりこれは散骨、お骨をまく散骨のお墓なんです。じゃあ今自然に帰るっていうことですね。あ、そう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 。自然に帰る。それが浄土真宗はぴったり。浄土真宗は亡くなると、はい、皆さんの光の中に入ってくる、うん。お骨というのは私の忘れ物であると。うん、あなたはこのお墓でよければここに入ってください。はい、というとね、大概の人はね、あんまり強い信仰心がなくても。はい、そうだ、亡くなったら皆様の光の中に入ってくぐらいの思いは説明すると、うん、俺それでいいよっていうな感じになるの。で、ここに骨を散骨するのにね、すごくいいんですよ。例えば、家族がいる方もいない方も、いる方は孫が、ほら、おじいちゃんのお骨だよって言って、まく。その時のお骨。お骨と、お骨を握った時の手の感覚、これはね、これは忘れないですね。そういう体験は子供でも大人でもまずないでしょう。うん、こういうお墓があって、これはでも花立てあって香炉もあるんですよ。でもね、もうちょっと変わったのがあるんです。で、これはどこが違うかっていうとね、花立じゃないですよ。香炉もないですよ。俺が死んだらね、いいよ、葬儀なんてやらなくても、法事なんかもいいよ、という人も結構いいんですよ。私は無宗教だからね、俺が死んだらね、海撒いてくれ、なんて言われて亡くなる人がいる。けども、実際言われた方困っちゃいますよ。うちの亡くなった人がここに来るんじゃなくて、生きてる時にうちにはあなたが自分のお骨をどうするのかということを心配だったら、こういう散骨の墓があります。これはね、あなたはね、阿弥陀様の光の中に入ってくんだから、後であなたのお骨というのは、それは早く自然に帰る、に返すんですよ。そしてお参りに来ようと、しまいと、花を捧げようと、お香をくべようとくべまいと、それは来た人がね、お香を花を立てたければ前に立てればいいし、来なくたっていいって言うんだったら行かなくてもいいよというような方、ただ生きてる時に約束をしてくださいと。亡くなってからだと、お骨のゴミ捨て場になっちゃうからね、そういうことは非常に原則的に大事なんです。これからお話をすることは、世にも不思議な話で、信じてくれる方は、俺もこれすごい、本当ですかって、涙を流して喜ぶし、気持ちが落ち着くし、信じない人は、お前何言ってんだ、バカのこと言うな、なんて思うかもしれない。携帯持ってます？携帯で連絡することあります？はい、携帯とかマスマホでメールで、ああ、そうですよね、はい、お友達とメールで、私の持ってる携帯というのは、はい、作った携帯というのは、なんと、亡くなった人と通じ合う携帯。え、亡くなった人と、はい、お母さんは亡くなりました？父が亡くなっております。ああ、お母さんはお元気ですか？はい、健在でございます。ああ、お父さんは亡くなって、それから連絡取ったことあります？ないです。ないですか？お墓参りしませんか？いや、お墓参りしても一方通行ですよね、うん、あ、一方通行なんですか、はい、ああ、じゃあ向こうがいいよ、お前来なくてって送ってこないのかな、どうなのかな。そうなんですよね、うん、まあね、それはともかくとして、亡くなった人と通じ合う、はい、その携帯を作ったんです、
でこの念珠、これ念珠って言います、まあ、普通数珠と言ってるけども、浄土真宗では念珠と言ってます。でこの念珠は普通の念珠と違います。どこが違うかっていうと、どこが違うか分かりますか？どこが違うか、どこが違うか分かりにならなくてもいいんですけど、ね、簡単なことなんですけど、ね、お数珠と言いましょうか。お数珠はね、ここはねプラスチックの玉かなんかなってるんです。親玉手がなってるでしょ。でもこれは全部ね木でできてるの。全部木です。木でできてる数珠です。継ぎ抜きでできてる、うん、じゃあこれがね、何なのっていうとね、この話をする前にもう一つねちょっと話をしておきたいことがあるの。それはね、さっきちょっと外で浄土真宗はなくなると阿弥陀様の光の中に入っていくんだという話をしました。あるいは昔から亡くなると西方極楽浄土に行って生まれる往生するんだと言いました。何が極楽浄土に行くんですか。阿弥陀様の光の中に入っていくのは何が入っていくんですか。何が入っていくんでしょうか。魂なんて浄土真宗は魂の存在認めないんです。認めないんですか、うん、霊の存在も認めない。じゃあ何でしょう。何でしょうね。はい、位牌。位牌、位牌上は木でできてるからね。位牌があちこちと出たら大変ですよ、うん、じゃあ何でしょう、うん、それはね、そこに気がついたんですよ。気がついたんですよ。あ、木ですね。頭いいですね。ありがとうございます。うん、そう、あのね、人間はね、すべて、元気の木ね、すべて気を持ってんの。この人は、ね、気が強いねとか、この人は気が弱いねとかね、あいつはね、俺気が合うんだよね、あいつはね、あいついると気が済まねえなとかね。亡くなった方と通じる念珠携帯、お問い合わせはこちらです。 03-3326-2797 03-3326-2797 までどうぞ。今日の初めのお客様は念珠携帯を考案なさりました円城寺の阿弥陀住職にお越しいただいています。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。今あの DVD で皆様に見ていただいたんですけれども、この念珠携帯というのは、うん、世界で阿弥陀さんのところだけなんですよね。私のところだけというよりも、はい、こういうことは考えられるんじゃないかな、はい、ということなんですね、はい、でちょっとこの話をしますと、はい、今葬儀の形がすごく変わってきた。そうですね、うん、それでね、はい、あ、悲しいな、こんな大切な人が、うんうん、こんな触れ合いの深い人が亡くなっちゃってと、ずっと何週間も、うん、何ヶ月も、うん、そういう人がいると同時に、はい、ああそうかい、やっと亡くなったか、そういうふうに、うん、人の別れというのはものすごくこう幅広くなってる。そうですね、うん、でこの念珠携帯とは何かというと、はい、あ、この人ともっとずっといたい、はい、できたら向こうに行ったあの人と通じ合うものはないだろうか。そうですね、向こうに行ってしまっても会えるとは、会えるとは限らないですもんね。通じ合うんですよ。通じ合ってるといいですね。じゃあどうすんの。そうです、はい、あのさっきちょっと説明したように、はい、何が向こうに行くのっていうと、はい、私の気、みんな気を持ってるわけ、元気の気、はい、その気が向こうに行っちゃうんですね。あ、そうなんですね。でそれはね、よくほら亡くなることをね、あの人は気が抜けたようだね、気が抜けるということが亡くなることなんですよ。気が抜けていっちゃうんですよ。なるほど、ね、
じゃあね、その気を持ってるでしょ、はい、そこでね、こういうことをね、考えたの。ここにご遺体があります、はい、ご遺体の手のところに、はい、念珠、念珠と言います、はい、念珠を置きます、はい、手の上にですよ、はい、そして例えばお通夜だったら、はい、一晩ご遺体は数珠を握りながら、はい、ここに安置されてます、はい、もしこの人ともっとずっと気を通じていたいというならば、はい、そうか、じゃああなたも同じ念珠を一晩この方の手の上にかけておきましょう。旦那さんかもわかんない、両親、父親かもわかんない、母親かもわかんない、はい、でもこの方と別れるのは嫌だなという気持ちの人、はい、あ、よかったっていう人は関係ない、はい、ね、はい、もっと気持ちを通じたい、うん、そしたらね、次の詩出刊しますよ、はい、お分かりですね、そして、はい、その時に大変ほら花を入れるでしょ、はい、お世話になった、涙をこぼすでしょ、はい、それでお棺の蓋を閉めて焼かれる、はい、そして見送る、はい、でその時に念珠の上に一晩、あ、念珠はご遺体の上に一晩、うん、二つの念珠を置いていきましょう、はい、そして一つは個人が持っていきます、はいはい、もう一つは、あ、亡くなっちゃった、だけどもこの念珠を置いてってくれた、はい、一晩念珠の上に念珠を重ねることで個人の気が移ると私は思う、言ってるわけです、はい、だからこの念珠を取り上げた時に個人と念珠、数珠を通じて携帯のスイッチが入るわけですよ。あ、お互いのね、そう、心が、そしてこの携帯の念珠を持った時には、あ、これはあの時の念珠だって言うんで個人を思い出す、個人に触れる気が通じるわけです。そういう念珠なの、うん、だからあの触れ合いが深い人じゃなくちゃダメ。そうですね、うん、そう、うん、もう本当に生前から親しくて、うん、もうその人がいなくなったことが本当に悲しくて、うん、もうどうしようって、そういう感じの方じゃないとですよね。そう、うん、そういう念珠ですね。わ、はい、かりました、うん、でそれを持って家へ来る人と、はい、来ない人といろいろいますけどね、はい、だけどもあのその信じる人に対してこういうのがありますよ、はい、どうぞというのが個人と通じる念珠系統です。そうです、今までそういうのなかったですもんね。 ないですね、はい、うん、死んでしまったらもうそのままさよならっていう感じで、あとはこう心の中で思うとかそういうことしかできなかったので、うん、そうそうそう、何かそういうツールがあった方がいいですよね、うんうん、だからこれが個人の形見だって言うんで形見をもらう、はい、あれと同じように形見をもらわなくても個人の気が映ってるお地図がありますよ、はい、それを握れば個人と携帯のように気が通じますよということで念珠携帯といったわけです。はい、わかりました。でこれはあのどちらで求められるんですかね。あの炎上寺に電話していただければ、炎上寺さんの方で、そうですね、わかりました。じゃあの興味のある方といいますかね、はい、あのそういう方はちょっと連絡をいただきたいと思います。信じるか信じないかの問題でございます、ね、そうです、うん、信じる人は、まあ、目に見えないものですからね、何でもそうですけれども、あの信じられる方と信じられない方いらっしゃると思いますけれども、信じる方はやっぱりこういうもので、ね、そういうことですね、はい、いいと思います、はい、すいません、なんかバタバタしてしまって、はいはい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ続きまして次のお客様に行きたいと思います。次のお客様は、先日はありがとうございました。こちらこそです。あのハンマック、あ、どうぞどうぞお座りになってください。はい、ハマックさんとエリサさんはあれですよね、今度、監督の撮られるマジックという映画に出演してくださって、そうなんです、主役の
ごめんごめんごめん。浜区柳田さん。監督、ありがとうございます。柳田さんと、主役だなんてね。で、あと、アシスタントの、はい。役の。まあそうですね、上位演ってやつですか。初めて役者やらせていただくんですけども。そうなんですか、はい、すごく上手ですよね。びっくりしました。本当ですか、はい。私もびっくりしました。いや、結構、ありのまますぎるんで、なんかそのままですよね。では、ちょっとコマーシャルがあるので、見ていただきましょうか。はい。わかりました、はい。お願いします。浜ちゃんのショーマジックちょっとお見せします。マジックショー。スプーンとフォーク使いますんで、はい、よく見ててくださいね。まずは気候のパワーをお見せします。気候。やるぞ。触らないのに、これだっけ。あれ？あれ？あ、おお！動いた。何もないです。本当だ。なんで？行きますよ。はい。でも筋肉でピクって動かしてると思っちゃうんで。はい。人差し指。人差し指。はい。何もないですから。はい。ところが気をくるっと、ああ、ホラーだわ。曲げるんですが、はい、力入れたら意味ないもんね。そうですよ。そうですね。これ振るだけです。振るだけでぐにゃぐにゃ。あ、もうこんな感じ。ああ、本当だ。気持ち悪い。うわ、ぐにゃぐにゃ。ぐにゃぐにゃ。で、フォークでございます。はい。フォークまだこれも曲がってない。はい。買ったところは100均のダイソー。あ、言っちゃうんですね。珍しい。言っちゃっていいもんね。はい。サイゼリアじゃないんです。あ、サイゼリア。サイゼリアで買えない。マミレス。あ、でもサイゼリアのフォークも曲げてそう。じゃあ、エラちゃん、こっちで持っててくれますか。浜ちゃんが擦るだけで、はい、なんと先っちょが曲がってくる。あー、すごい。あ、でもこれどうするんですか。すごいよね。はい。でもこれ曲げるには、ひろこさん、はい、技術を使います。はい。どんな技術かと申しますと、はい、先っちょだけに
先端技術。なるほど。うまい。うまいです。うまい。もう座布団100枚。曲げるんですけど、ね、はい、曲げるには力入れません。はい、振るだけ。またこれまたね、こするだけで曲がってくるように。へぇ、上にどん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 反り上がってくる。急降下する。こんな感じです。すごい。で、今から戻します。はい。力入れたら、こうやったら誰も曲がれるんです。はい。意味ないもんで、はい、上です。天井に。うん。この曲がっているやつね。はい。うん、これ天井に近づけるともう戻ります。ああ、あ、もうすぐ。とでさらに振りながら引っ張ると元に戻ると。なんか 火で炙ってませんか。手に火ついてますね。木のパワーでしょうね、これ。これフォークでございます、はあ、これびっくりします。はい、振るだけで戻ります。柔らかくなります、はい、振りながら引っ張ると戻りますよね、はいはい、あと先っちょがあります、はい、ちょっとこれ立ち上がりますね、はい、上に投げますから、はい、降りてきた時に戻ります。いきます、せーの、はい、おお、まっすぐ。これも先端技術ですか。違うの。違うんですか。さらに上を行く最先端、はい、なるほど。さらなる技術で最先端。うわ、これを消してみてください。はい、消しちゃうんですか。上に投げますみたいな。もったいないですね。行きますよ。どうやって、はい、え、怖い。こっち、あ、邪魔ですかね。上からこう投げますよ、はい、ここに突き刺します。はい、せーの、よいよ。え、ないじゃん。突き刺さってないじゃん。すごいじゃないですか。まだ上から落ちてきて、ほらほら。はちょっと待って、あ、本当だ、落ちてる。もしかして、私のスカートの下から落ちてくれそうです。違います。これ何ていうか分かりますか。分かりません。分からない。あ、分かった。正解どうぞ。サジを投げるぞ。なるほど。いや、これ覚えちゃいけないやつですよ、これ。エリサちゃんはね、隣にいるから覚えちゃったんですね。いやいや、そんなことないですもん。いや、いつも分かんないんで、はい、本当。はい、最後は、はい、エリサちゃんの、はい、ここの洋服から、はい、悪魔が出る。悪魔が、もらえないに違うんで、はい、何貞子の手が、ここ、え、これここ見えますか、はい、カメラさん。はい。私も手持ってません。はい、行きます。え、えっ、ほら。わおわおわお、ちょっといきます。何もないですが、ここから、えっ、やばい、この番組出る。うわお、この番組出るよ。これ座敷わらしの手ですかね。座敷わらし、いや、もっといいやつ、もっといいやつお願いしますよ。怖いですよ、そんな。そうですね。でも、はい、でも、今回のこの、はい、ハマックさんの、はい、この主演映画も、はい、ホラーなんですよね。そうなんですよ。ホラーなんです。そうなんですよ。ホラーなんです。はい、もうね、はい、どういう内容かはね、うん、そう、ここでは言えない。そう、言いたくてルトルトしちゃうんですけどもね。でも、でも、浜木さんも、エリスちゃんも本当にいい味を出していて、うん、もうすっごい楽しみなんですよ。めっちゃ怖かったです。いやいや、楽しみにしていただいていいですね。なので、はい、どんな映画かは、次回。そうですね、皆さんお楽しみ。そう。期待してください。期待してください。はい、ということで、はい、今日はありがとうございました。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 うちのフォークとスプーンは曲げないでね。ありがとうございました。はい、次のお客様です。高橋香織さんと伊藤さんです。どうぞ、よろしくお願いします。どうぞ、お座りになってください。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、三光両社の、はい、尾身寺貴子さんが、はい、今日出演させていただく予定だったんですが、座骨神経症になってしまって、ちょっと、はい、動けない状態が続いているものですから、はい、今日は代理として、はい、はい、来させていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それで、最初に、はい、尾身寺さんからメッセージの DVD を預かってきておりますので、はい、ぜひそちらをご覧いただきたいと思います。はい、どうぞ。皆さん、こんにちは。今日は、本当は出演させていただく予定でしたけど、座骨神経痛が悪化して立つことができないので、このように寝ている状態でビデオで語らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日は9月21日。まず第一に今日のことで、あれ、松村さん、いつでしたっけね、7月でしたっけ、鈴木くんが、あそこで、監督さんのとこで出演されたのは、7月でしたよね。7月だ、8月あれ、だから、7月だったと思うんですね。で、その7月に鈴木くんが出たときに、とっても、鈴木くんの人生の中にものすごい大きい岩を目の前に落とされたような状況を、伝わってきたので、もう一度
出させてくださいと言いました。監督さんに言いました。それは一人の、その人がとてもとても自分のこの気持ちに、判断できない、その山を乗り越えるためにこの子はこうやってたら人生ダメになるなって、すごく大きい、言葉かもしれないけど、それを感じて話をしました。そしたらやっぱりその子は本当に真剣に自分のことを考えていたので、自分の人生で一番大事なことを判断する、この前も自分がやりたいことをやれなかったことで精神的におかしくなった、それは違うと思いましたので、今回は鈴木君も、断り、小見寺貴子に語らせてくださいって監督さんにお願いしました。それはその鈴木君のやりたいことっていうのがやれなかった、やれないっていうことを言えなかった、それは誰が出ない、自分が自分で判断しなければいけないことです。それは鈴木君だけでなくてみんなも。でそこに伝わってきたのが、9月の1日でしたかね、開くという、言葉を聞こえてきて、これちょっと松延さん読んでくれますか。はい。開く、鈴の音が響き渡る今の世に、木牛虎作り振る世を作る己から、木は木で牛虎の根人か、体で学び跳ね上がり己を磨き己自身、和と洋の掛け合い、音で表し今の時代に、2017年8月29日に。はい、はい、ありがとうございました。このようにこう伝わってきました。そしてその時に一条というあれでその前川さんとあれした時、17年ぐらい経つんですね、曲が。それをもう一回捨てたんです。もう捨てた曲なんです。それを今度、あ、この音嫌だ、この音嫌だ、この音も嫌だって嫌な音があったんですけど、そこに乗せたんです。そして新しい曲なんです。これは新しい曲で作り上げたものです。前の曲とは全然違うんです。そしてそうやっているうちに、その一条という曲を、小見寺貴子はしっかり伝える。それは9月8日にですよね、ことたまテレビに。それは何で、9月8日は朝陽の節句の宵宮でした。この時にこの大事なことを発信しました。そしてどうしてもこの時に、9月の21日この時に監督さんにお願いして、ここにも発信したかったんです。その一条ということを伝わってきていた時に、一条って何って聞いたら、法華経だよって言われたんですね。でそんなようなたくさんそういうことをやっていた時に電話がかかってきました。それは、小見寺さん、弘法大師と七福神のつながりがあるよって。その後にまた栗原さんという人から LINE が来ました。その時にこの本でした。この本でこの裏を見たら、七福神がこのように書いて、七福神じゃないんです、九福神なんです。この裏にはすごく弘法大師様と最澄かな、比叡山のね、とのつながり、ものすごい深いものが書いて、そしてマリア様のことも書いて、いろんなことがありました。今日、小見寺さんのは伝統文化だからって言われました。でこの七福神を、この弘法大師のこの本は本当に
うん、これからの七福神を伝統文化として大きくいろんなところに英語で歌うようなことも考えてますよね、はい、神様を遊んではいけないということを今回はっきり分かりました。これからは小御寺貴子は本当に世のため人のために、うん、また七福神でその神様を遊んではいけない、遊んではいけないんだっていうことを小御寺貴子はずっと伝わってきたことを、お地蔵様のこともそう、今回本当にお地蔵様もご神言をいろいろ勉強しましたよね。オンカカカビサンマエソワカと、それを、うん、インターネットでオンカカカビサンマエっていうのでちぎれたら、うん、ある人からこれは違うよって、こうだよって付け加えて、あ、そうだ、口に言ってるのに書きは、こう全部やらなかったと思うこともありました。だからこれからは七福神はもっともっと勉強して、インターネットももっともっと勉強して、これから、うん、世の中に世界に行きたいと、動いていきたいと思います。今日は、うん、小御寺貴子の周りにいつもいつもこのことっていろいろ手伝ってくれてる人がいますので、まず松延さん一言、このね、の21日の日がその一条という、 こうお大師様の月命日だということと、この本を見たこと、はいはい、そして昨日から今日、うん、今日は1日ですよね、はい、8月1日で、それをちょっと語ってみてください。はい、はい、参考両者の松延康子と申します。よろしくお願いします。そうですね、今日は旧暦の8月1日でもあり、天暦という、天と地の天ですね、天暦の8月1日でもあるそうです。小御寺さんから教えていただきました。そして9月21日ということで、お大師様の日。私これ参考両者ではたくさんのこう行動をさせていただいたんですけども、今ふっと頭に浮かぶのが、平成16年に満月が2度あった8月の1日と8月の終わりにあったんですね、満月が。で、1日は出羽三山の山形の方に行きまして、六角堂の駐車場で、満月の集いを行いました。で、もう月が出ないかと思ったんですけど、出たんですよね。本当に祈って、大先達さんを祈ってくださり、もうあそこに神様もみんなあそこに、橘の木とか姫小梅様とか、もう神様も、あと神さんとかたくさんこう、もうこちらからお運びしまして、お祭りをしまして、もう本当に誰もが出ないと思ったところに一番星が出て、そして月が出て、みんなでもう嬉しくって、月が出た出たって歌ったのを本当に懐かしく覚えてるんですけども、そしてこの末、8月の末には、高野山に行ったこと、今それで弘法大師様とつながるということで、高野山に行って、月の高野山という、すごい嵐で、満月は見えなかったけども、そこでアジカンというのを学んで、月は今嵐でね、見えなくても、この上にはちゃんと出てらっしゃるっていうことを学ばせてもらって、なんかそうやって動いてきたこと、この御寺家の土地の、ところに聖徳太子様と白衣観音様と、毘沙門天様と、あと龍が、青い龍が、青というか紫で、やっと何年もかけてやっと出られたって言って、こう、色と、こう形に阿弥陀さん表された時があったんですね。その時に北と西の間が弘法大師様っていうことでいらっしゃるっていうので、その頃こうこあっちこっちにこう回りさせていただいたこともあって、本当にやってきたことをこう思い出すと、すごく何かこう重要な何か感激があると思います。感動はね、自分がやったことを話ししなければいけない、はいはい、だから、はい、松本さんはそうだし、はい、そうすると、ね、中島智美さんは、ここをあんなに掘った思い出がありますよね、ここの土地を。はい、ありますよね。はい、ね、だから、
ところに調べたらでないと、自分で体を使って頭を垂れてあれだけ掘ったことは誰もいないじゃないですか。中島智美しかいないのよね。そのことを語らなければいい、そういうことが大事だと思うよ。どんな風にして語ってあれ掘ったんだっけ。そうです、ビニールかぶってビニールかぶって、その当時は西田君っていう方もここへ来てる方がいらっしゃって、でその人が下へ入って、で書き出したのを二人でバケツで引っ張り上げて、かなり深く、あれ2メーター2メーター近く ね, 近くね、もう役所で危ないからって言われたけど、ね、西と南の角を掘って、はい、それが伊勢の2000年祭の時のこうつながりになりますよね、はい、そうですね、そうですよね、はい、はい、伊藤恵子さんももう今回は伊藤恵子さんといろいろありました。もう年中なんだけど本当にいろいろあったけど、伊藤さんここまでこうやって来れたということもやっぱり必要だからお互いに言い合ったりなんかして、でも鬼寺隆子は絶対に伝わったことはね、受けなければいけない。これがもしこうやって鬼寺さんって、鬼寺さんは試練だよねって、はいって言ってるのもこうやっているのも鬼寺隆子は試練だと思ってます。伊藤さんどう思いますか。今このお話をまず最初ここのその土地をね掘られたっていうお話を言われているところで、実は私が目が見えなくなっても出会いで鬼寺さんにご縁があって、三光両社にご縁があった時に、その土を、土とあと鬼寺さん菓子パングニっていう貝ですよね、その貝のそのがを私はいただいてのご縁だったんです。それを私なりにもっとこう大切にさせていただいての今があったんだなっていうことをすごく今実感しています。はい、あのね、とにかく鬼寺隆子は与えられたことをやります。9月の21日は国際平和デーとメールが来ました。一人の人から国際平和デーと、この時に監督さんはこの番組をやれる、今日はお彼岸の入り、そして新月、明日から始まりなんです。見えない神様、仏様、これを正しくみんなで学んでいって、神も仏、そして科学も、科学のね、科学も二つの字がある、それを乗り越えて世界の和合統一を鬼寺隆子はインターネットで語っています。本当にこの世界の皆さん、必ず七福神はこのように宗教を乗り越えてました。そうですよね、はい、マリア様のことだとか、はい、弘法大師は語ってるんです、はいはい、語ってるんです。だから七福神話を遊んでいないです。七福神から導かれていると思います。今日は本当にこういうことを語らせていただいて、これを一条という曲を監督さんのこの番組から世界に流してください。世界国際平和デーにちなんで呼び書きをしていきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。
すごい音楽でしたね。そうですね。ほみちゃん、皆さん元気出してね。今日ね、元気出してください本当に。それであのあの音楽をバックにあの鈴木くんが匠くんがこう踊ってくれるって感じだったんだよね確か。そうですね。ねえ、まあそれはちょっとできなかったけど。はい、前川雅人さんすごいな作曲家。今ちょっとあそこでねニコニコ笑って控えてらっしゃるけど。はい、いやありがとう。もうこの曲しびれました。すごいね。監督さん、それでなんか一言あるんでしょ、はい、なんか。はい、うん、どうぞどうぞ。すいません。はい、はい、はい。今、みだらさんの DVD の中にもお話がありましたけれども、はい、先ほどですね、その空海様、今日はちょうどそのお大師様の月命日の日ということで、あそう、空海様がこの七福神のことを、すごくこう、うん、伝えられた、ことを、はい、その、ね、七福神のことを伝えて、うん、で、七福神といえば、はい、それで、この中には、七福神がこの国、日本の層を築いたとも書かれているんです。で先ほど、みだらさんも本当に今回だけでなく前からよく言われていますが、絶対に七福神は神様は遊ぶものではないということを、本当に、この本を読んで、私も少し見せていただいて、本当にまた改めて私もそれを感じさせていただきましたので、ぜひ、はい、こういうことも、監督さん、に今日お話をさせていただきたいと思って、はい、決してね、はい、僕これね、はい、宗教番組ではありますけどね、はいはいはい、まず宗教は関係ない、はい、みんなもう宗教も関係なく、はい、もう全て一つになるんだ、ね、ということです。宗教も関係ない、本当、はい、もう海田さんも言われてます、やっぱりね、それこそね、宗教もクソも何もなくね、クソもって言ったら怒られる、怒られる、そうですね、そうですね、自由だよね、はい、自由なのよ、はいはい。で、神様もやっぱり信じるのも、それも自由。そうですね。だと思います。はい、はい、そうですね。はい、本当に。はい、それで、監督さん。はい。ですね。まだありますか？歌で、人生を今走るという。そう。歌がありますね。私のこの、はい、番組の、はい、オープニングで歌わさせていただきました。そうですね。で、こちらが作詞作曲が海寺高田。そう。作曲編曲が前川雅人ということで、このロケ地が新潟県の弥彦神社のそばの滝ですよね、監督さん。そうです。そしてこの滝の近くに、この、空海とつながりのある、西の生まれる寺と書いて、西照寺というところがあって、あの滝の、そうです、そうです、そうです。そうなんだ。そして、その鎌倉時代からの、その一番古い即身仏が祀られているわけですよ。はい。で、この空海につながっての、その海という字の名前が付けられている即身仏さんであるということも、また今日、この日の21日にお話がしたかった。それと、あとですね、もう一つ、こちら、監督さん。はい。ね、はい、5年ぐらい前、はい、そうですね、ね、はい、駒神社、そう、はい、来ましたね、そうですね、実は9月の20、20日、昨日、旧暦の8月1日とありましたけれども、新田先生という方から、おみだらさんにまず連絡があったんですけど、はい、で、おみだらさんが今の状況で、実は新田先生から埼玉県の日高市の方に来ないかってお話があったんですけど、この状況じゃっていうところで、そういうお話があったと。で、実はですね、今朝、おみだらさんからご連絡いただいて知ったんですが、昨日、天皇皇后両陛下が、うん、駒神社を初めて参拝されたんですよ。昨日ね、テレビでやってました。はい、そうなんですね。僕も見てました。そうなんですね。はい、そこに、参考両者、監督さんも、おみだら高子さん、本当に一緒に行かれて、そしてこの天と地と、こちらのことの監督さんも、これをいただいてのこと。テレビに宮司さん出てらっしゃいましたね。はい。はい、私の宮司さんもお会いしてますね、はい、そういえば、はい。はい。ですから、この、はい、こういったことが、はい、もう本当に、その天皇陛下が、昨日そうやってお参りされたということは、まあ、あれはまあ公式ではないけど、うん、そうです、そういったね、はい、まあやはり今、うん、韓国との問題で、はい、少し控えまながら、うんうん、っていう感じもありましたですね、まあ、この動きがね、はい、やっぱりそういうふうに現れてきているって言ったところが、そうですね、やはりすごいことだなっていうふうに私はやはり、いやー、はい、もうこれ全部すべて偶然じゃないですね、はい、いろんなことね、はい、まだまだ語り尽くしていただきたいんですが、はい、時間がちょっと押してまして、はい、ごめんなさいね、はいはい、よろしく
それじゃあ、あと、まあ、高橋香織さんと、私めが、娘と書いて子。これは、作詞、作曲、小見寺貴子。作曲、編曲、前川正人さんで、歌わさせていただきますので、はい、森ちゃんの歌っていいともののコーナーでやらさせていただきます。それじゃあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ましたそれじゃあね、ここでちょっと大発表。いやー、ずっともう何年ぶりかなんですが、実はですね、大変な方が今、スタジオに来ていただいております。その人の名は、はい。まずお呼びする前に、パネルを見せなきゃいけないでしょ。はい、この方でございます。はい。おだもどうぞ、はい、どうぞ、お越しください。ごめんなさいね。なんかいろいろと、どうぞどうぞ。はい、はい、どうぞ。はい、マイクありがとうございます。あ、どうぞどうぞ。もう、そう、もう、かけてください。かけてください。はい、どうぞ。どうぞ。どうぞ。失礼します。どうぞ。はい。ね、今日はね、宗教あまり関係ないけれど、皆さんね、偶然なんですけど、はい、七福神大好き人間の小見寺貴子さん、そして、あそこにいらっしゃるですね、安城住職さんね。僕のね、すぐ近所にあるね、はい、炎上寺というですね、はい、お寺のご住職。それで、まあ、ね、ご住職も、僕の、そうですね、新セーラー服デカで、二段で、特別出演していただいて、なんか逆に番組の足引っ張っちゃったらいけなかった。とんでもないです。5人の総兵連れてきてくださってね。見ました見ました。やっぱり演技うまかったですよ。いやいやもう監督が一番すごいじゃないですか。何はと思われ。いや他のものより寸断監督なくしてあのドラマなしで。いやいやそうでもなかったですよ。僕ねあれは。いや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 、あれ出てないですよね、僕ね、あれは。いやいや、もう監督、監督、上行っちゃってんから、もう神の上行っちゃってるから。僕あれ、あれは出てない。もうね、みんなね、出たがりとかなんとかね。でも、もともと役者さんですもんね。ちょっとしか生きられないね、から出してえな、もう。ね、役者さんです。ちょっとしか、だって、さっきから聞いてれば、はい。ね、私より、ワン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 上なのに、はいすごいエネルギーあるじゃないですか。そうなんですよ、パワフルですよ、ね。今、ねえ、武藤さん、ご住職は、本業は今は何ですかね、大体。今、大体が養殖場をやってるでしょ。あと、霊園が今、4箇所やってるのかな。ですから、拙く言うと、金儲け坊主って言われましてですね。非常にストレートでございます。はい、先ほどのね、安城住職もね、はい、あれですよ、すごいアイデアマンで、いろんなことがあります。呪術でね。そうです。でも呪術だけじゃなくてね、散骨の場所を作ったりとかですね。そうそうそう。すごくいろんなアイデアをね、いろいろ持ってらして。でもね。彼も言ってますよ。僕、やっぱり別にお金儲けするんやないんですけど、こちらの方で光の中にいらっしゃる、阿弥陀様って言うんですね。はい。阿弥陀様が、あれなんですよね。浄土真宗なんですよ。ご住職は？私は何でも宗でございました。え？オールマイティ。でも私はどっちかっていうと、もともと生まれたら臨済宗です。あんまり宗教の話しても面白くもなんともないから。いや全く僕ね今日今宗教の話しようと思ってたんではないんです。ね、この間ね、そうなの。久々にね、昔のスカイラインの GTR 箱型、はい、運転させてもらって、ケントメリーですね。いやケントメリーとは別のもっとそれより。箱があってその前。その前ですか。GTR。はい。そしてね、やはりね、ギアをこうチェンジしていく中での、はい、エンジン音とね、チェンジしていくクラッチの繋ぎ方、今時の車ではやっぱり味わえない昔のサウンド、GTR。いいです。フェラーリなんかぶち抜かれますからね、GTR。いやいや、でもテレビに出られてる頃は、あれ、ランボルギーニです。私はランボルギーニです。え、すごい。かっこいい。あれで、バーってね、なんだこれは本当に文さんがこんなことしていいのかなと思ってましたけどね。いやもう昔スタントマンやってたんで、それで自分の体張って稼いだ金でランボルギーニ買ったりフェラーリ買ったりして、お寺そんな儲かんないですよ。
そうですか、お寺は儲かんないけど、霊園は儲かりますけど。あ、なるほど。いや、そんな話しに来たんじゃないですよ。今日は、実はちょっとニュースはあるんじゃない。はい、あのね、海寺孝子さんがね、はい、七福神遊ぶなと。はい、で、一回ほら、パイロット版作ってみたんですよ、七福神の。でも今一生懸命試行錯誤しながらね、はい、あのまあパイロット版は一応まあ完成はさせて英文にしたんですけどね、はい、やっぱりまだずっと見てて納得がいかなくてね、今度はやっぱりね、本当に生身の人を出てもらおうと思ってね、うん、あの出てないんでね、あれは本当出たのは福六十役の、まあ森ちゃんにやってもらったんですけど、で僕が恵比寿で彼女が弁財天という、うん、まあみんな守護神がついてる、その、なんていうかな、はい、そういう、ね。様々が守護神にいらしてくれたという設定。七福神は相当難しいと思いますよ。難しい。もう勉強、勉強、勉強して、これは作らなあかん思って、生実家多少の修行を積んでも無理でしょう。例えばキャバクラ100回ぐらい行ってきたとかね。ただそのくらいの経験がないと、ある程度波の領域では入れない。100回でいいんですか？そのくらいの根性ないと、綺麗事言ってたら空海様だって確かに素晴らしいけれども、その領域に到達するためには、空海さんの苦労の時代もあるじゃないですか。いろんな、そういうので、我々も一緒ですよ。そんなもの、本当にいろんなところで爆発するんで、監督だってそうじゃないですか。実はね。実はね。いやいや、この頃ね、思うの。はい。まあ、いろんなね、Facebook とかいろいろ、はい、こう、やっぱり、いい言葉が流れてる。そうですね、いっぱいありますね。その時にね、うん、今、こう、現実ね、うん、現実あることね、うん、実はこれ全部ね、幻覚であり、幻なんだって。そうですね。そのようですね。違う？そうですね、私も。あなたにもね。そうですね、私も、その寿命、与えられた寿命というのがあって、それをどういうふうにして時間を潰すか。それは自分大体でもね、はい、寿命っていうことを考えるよりも、今日は今日楽しく、にこやかに過ごしてまあそうですね、そうですね。今日一日をね、楽しく。明日があるか、ないかは。わからないけどね。わからないが。そうですね。そんなくても、そんなこと考えたって答え出てこないんですから。そうですね。今日でやっぱり久しぶりにやっぱり、やれ、ね、はい、なかなか弁が立ちます。ほらーっつって、おのれっつって蹴り入れてバチンと言わなきゃ。うちきなるお言葉をいただきまして。僕が今構想の中で七福神やるときに、絶対に、やっぱりお腹も出てるやろうし、布袋さんがどうかなってことも。皆さんどうぞ、布袋さん。いいですよね。ぴったしです。皆さんが。拍手が、拍手が。いや、私は無理です。大体。いや、でも、布袋さん、あんまりセリフないんで。いや、布袋さんよりも、やっぱり、オールドクラシックカーでバリバリ、みんなと一緒に遊んでた方が楽しいような領域になるし。いや、そういう人が、実は、本当は、祖先がそういう感じで。うん、でまあまあ、いろいろ、ちょっと筋書き言うとね、全然楽しみがないんで。まあ、今日ね、お呼びしたのは、はい、前から番組出てね言ってて、はい、じゃあ一回監督食事しましょうよって言って、ちょっと連れて行きたいのいるんで、って言って、電話はいつあんのかなと思ってて、待ってて、最終的には、今日でした、ね。今でしたからね。そうですね。そうですね。はい。お忙しい。忙しい。今、私、京都の寺の住職なんですよ。あ、じゃあ京都から今日いらっしゃったんですか？京都行ってますもんで。ああ、じゃあ無理ですよ、監督。今、京都の坊主やってます。やっぱり、なんか、坊主やってて儲からないとか言うけど、やっぱり坊主丸儲けっていう感じですよ。あ、やっぱ方便としてですね、社会の教えの中にありますんで、はい、儲けるっていうよりも、やはりそのお布施をどう、自分でやはり還元していくか、うん、やはりそこの辺にやはり坊さんとしての器量同様が出てくるでしょうね。そうですね。じゃあ味の住職、今おっしゃってたのは同じでしょうか？どんな感じですか？はい、どうぞどうぞ、出てください。少し味の住職と、ああ、どうぞ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 、入ってください。あ、いいですか、すいません、はい、どうぞ。ああ、もう武道さんと、もう住職同士なんで。なんで宗教の話になっちゃうの、これ。いや、なんないなんない。大丈夫なの？うん。さっきキャバレーの話してましたね。キャバレー、いいですね。楽しいですね。今度連れてって。あの、味の味噌の生臭坊主なんですか？
僕はね、みんな生臭いんですよ。賛成。その意見一緒。匂いがしますよ。一緒。煩悩の匂いがする。煩悩なくして物事成り立たないですよ。あのですね、僕思った、あのね。煩悩大好きでしょ。大好き。住職。浄土真宗、はい、煩悩に。の深い海に沈んで、うん、どうしようもない私を助けてくださいって。あのね、私も助けてもらわないとダメですね。いや、いや実はね、皆さん、ね、NHK にもいっぱい出てるし、いやいや、それでちょっと言わ、あの、一つだけに、ね、フィリピンに小学校建てたりして、え？小学校、高校、大学。小学校、高校、大学までボランティアでやってらっしゃる。そういう方でございます。すごい。いや、すごくはない。それはすごい。あの、全部縁ですよ。あのね、今日、小田先生にお会いするのも、何かのご縁ですね。縁ですね。これを機会に、あの、京都はね、あの、うちの本山がありますんでね、はい、俺、めったに行かないけどもね、一年に一回行きますんで。この間でも、ちなみに私ね、監督ね、はい。韓国行ってきて、はい、あの特別ゲストでヤクザの組長の役やってきました。韓国のドラマの呼ばれて、なんやかんやってなんか役者もやってらっしゃるんですよ。いやいやいや、あのちょっと人からの紹介でやってくれっつってね、ヤクザの組長の役やってきたら、なんか小田ってあのテレビで出てくる小田さんと親戚ですかなんて言われたから、ちょっと待ってその、はい、ヤクザの風体だけど目は違いますよ。目はね、よく見てるとね、これでいて慈悲深い、うん、でですよ ね、 やっぱりあのっサングラスすると、ね、なんかまああのまたこれからあのいっぱいあの宗教の話もなってくるという感じで、ここら辺でちょっとお開きにさせていただいてですね、こちらこそ森ちゃんのはい、はい、歌っていいと思っていうコーナーで、はい、まだあの帰らないでくださいね、僕も歌いますからね、よろしくお願い申し上げます、はい、それでは、はい、まずはい、それでは次のコーナーは森ちゃんの歌っていいと思うのコーナーです。これをご覧ください。はーい、第3部森ちゃんの歌っていいと思うの時間がやってまいりました。歌は世につれ、世は歌に連れと申しますが、歌っていいですね。人の心を癒してくれたり、勇気づけてくれたりしますからね。それでは、今日のゲストの方にご登場願いたいと思います。